超次元対戦ネプテューヌ VS セガハードガールズ夢の合体スペシャル。ここにある、超短小水自由、もう一人の私に繋がるロジック、噛み合う運命にねじれていく歴史は ようやく見つけたわ。あれが、すべての歴史を司る図書館。よし。しかし、本当に存在してたなんてね。噂を聞いたときは眉唾だったけど。この世界の始まりから現在まで。ありとあらゆる事象が記録された図書館。少しは楽しめるといいんだけど。ん？何？流れ星？こんな真っ昼間に。違う。あれ、人だわ。間に合うか。間に合った。ちょっとあんた、大丈夫？一体どこから落ちてきたのよ。気を失ってる。死んではいないわよね。怪我もなさそうだし。
置いてくわけにもいかないわよね。まったく、でっかい荷物拾っちゃったわ。到着っと。で、ここが噂の大図書館。すごいわね。まさに本の山だわ。と、考えにふけるのは後回し。汚れたり乱れたりしてないってことは、管理してる人がいるのよね。すみません。え、まさかお客さんですか？少々お待ちください。ずいぶん可愛らしい声だったわね。追い出されるかもって思ったけど、心配なさそうかしら。すみません、お待たせしてしまって。ここに人が来るなんて何年ぶりかのことで。気にしないで、急に来たこっちが悪いんだし。それで、どこから喋ってるのかしら？ここですよ。ここって言われても、声はすれども姿は見えず。ですからここです。ほら、目の前に。ま、下？はじめまして。私はこの図書館の司書を務めているイストワールと言います。どうぞよろしくお願いしますね。本の妖精さんか何かかしら？妖精？違うと思いますよ、多分。あ、そう。まあ、手のひらサイズの人がいたって不思議じゃないわよね。よろしく、イストワール。はい。こちらは何とお呼びすれば？ああ、ごめんなさい。私はアイフ。人呼んで、荒野を吹き抜ける一陣の風よ。はい？まあ、わかりやすく言えば、世界を股にかける気ままな冒険家ってとこね。なるほど。では、そちらの方は？私にもわからないの。いきなり空から落っこちてきて。空からですか？多分大丈夫だと思うんだけど、一応見てもらっていい？わかりました。と言っても、私も医療の心得があるわけではありませんが、検索すればきっと3分くらいで。それじゃあお願いするわ。まずは呼吸はしていますわね。脈拍も正常。熱はあるようなないような。ここって噂の大図書館なのよね。お怪我をされてる様子も。え、噂ですか？この世界の歴史すべてが収められてるって。はい、収められていますよ。本当に？はい、私もすべての蔵書を確認したわけではありませんけど、間違いありません。だとしたらかなり重要な施設よね。よかったの？何かですか？私たちみたいな得体の知れないのを中に入れて。図書館は誰でも出入り自由なものですから。それにもしお二人が悪い人でも、私では追い返すこともできませんし。少し見てきてもいいかしら？どうぞ。あ、でも本を傷つけたり持ち出したりしたらダメですよ。了解。行きましょう。Thank you.
てい、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 よいしょっと。ふぅ、いつまでじっとしてれば。結局ただの図書館ってことなのかしらね。蔵書量が多いってだけの。ま、せっかく来たんだし歴史の勉強でもしてみようかしらと思っても、全く読めないのよね。どこの国の文字なのよこれ。ああ、少しは楽しめるかと期待してたんだけどな。私が生まれる以前からこの世界には何もない。娯楽も文化も文明も詳しくは知らないけど、長きにわたる争いの末に全部滅んだとかなんとか。残ってるのはただどこまでも続く荒野だけ。それでも少しくらいは面白いものが残ってるんじゃないかって世界中を旅して回ってるけど、今回も空振りみたいね。はあ、この世界に面白いことなんてもう残ってないのかしら。キャー、リストワール、何が。どうしたの。どうしたのじゃありません。何ですかこれは。うわ、ひどいわね。本がぐしゃぐしゃ。どうしてこんなことするんですか。傷つけたりしたらダメだって言ったじゃないですか。ちょっと、私じゃないわよ。私ずっと奥の方にいたし。でしたら他に誰が。こちらの方はずっと眠ってるんですよ。落ち着いて。あなたも荒らされている現場を見たわけじゃないのよね。それは、はい、おしぼりを取りに行って戻ったらこんなありさまになってまして。他の人が入ってきた可能性は？ないとは言い切れませんけど、めったに人が来ないところなんですよ。お二人が来たのだってもう随分と。オーケー、一回り探してくるわ。危ないかもしれないからあなたはここにいて。あの、IFさんではなかったんでしょうか。私としたことがひどいことを言ってしまいました。でもだとしたら誰が。あ、目を覚まされたんですね。大丈夫ですか。何かお持ちしましょうか。食べ物でも飲み物でも。歴史は。はい。歴史は食らうもの。ここに決まりね。よいしょっと。よいしょっと。こいつら警備ロボット。ちょっと待ちなさいよ。私一応客人なんだけど。もうちゃんとシステム切っときなさいよ。仕方ないわね。とりあえず壊しちゃうけど後で文句は言わないでよね。
あなたに私が止められるかしら。血がたぎるよ。まあ、ざっとこんなものね。まだこんなに一体一体相手してたら時間かかるわね。仕方ないわね。ちょっとだけ本気を見せてあげようかしら。あなたに私が止められるかしら。ソウルズコンビネーション、もらったわ。やるわね。この姿を見たからには覚悟しなさい。もらった。はい、消えなさい。もらった。そこ、闇に沈め。もらった。もらったわ。この程度なら私の番ね。私の相手は10年早かったみたいね。こっちも異常なしと。闇雲に探してもダメかしらね。気配すら感じないし、もしかしたらとっくに外に逃げてるかも。誰？リストワール？違うみたいね。動かないで。あんまり手荒なことはしたくないの。いない？でも確かに。後ろ？いつの間に？